皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ルーブル美術館のコレクションの続きです。現在は、紀元前2340年頃を見ています。フィギュアなどが出てきています。そして、文字の原型かと思われるような タブレットもかなり複雑化してきております。そうですね。はい。壺の形も面白いですね。はい。はい。タブレットが本当に細かくなりましたね。だいぶ細かくなりましたね。やっぱり文字の原型なのかな。 すごい確実に進化を遂げています切り離された文化ではありませんこれは多分一つの文化の進化でしょうはいいやーすごい 面白いですね。これだけ残してやるっていうのが本当にすごいですね。あ、なんか静動機出てきましたよ。何ですかこれは。えー、なんかいろいろお人形さんとか出てきましたよ。へえ、静動機の誕生ということでしょうか。ねいよいよ静動機時代。 はいいやーすごいですね正動機現れましたねとうとう、はあ、はい今回の配信は以上となりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょう さようなら。